ずっと使ってるんですけど、それを今回はハイロフトを使って、前回のハードシェルにつけたパラグラバフーティングのスタイルを使う。ネオシェルをこういうところに当てたり、フィードロック、手首の調節できたりするように作り直したって形が、手首もセンターにここがあるんですけど、これ開くところはこのオフセットで開くから、この襟も期待しようと思います。ハイロフト以外のこういうようなやつ、多分全然見ると思うんやけど、すんごい毛が寝て、毛玉になっても最後見られへんやつじゃないか。ハイロフトは絶対ならない。